ムツキムツキは、日本海軍のムツキ型駆逐艦一番艦である。艦名は、陰歴で1月のこと。1926年、大正15年3月に竣工した。1942年、昭和17年8月25日、第二次ソロモン海戦で、ガダルカナル島に兵員を輸送中、空襲を受け沈没した。 1923年度の対象12年度、官邸補充計画で、日本海軍は、計24隻の1400トン型駆逐艦の建造を計画した。このうち4隻は全球の神風型駆逐艦、12隻は神風型の基本設計を踏襲しつつ、 軍令部の要求に基づき5 3トル連装魚雷発射艦を61立方センチメートル連装魚雷発射艦に換装するなどの設計変更が行われた。これがムツキ型である。神風型旧石には1000頭以上の伊藤駆逐艦を示す奇数番号で第1第17駆逐艦の艦名が与えられ、ムツキは同年7月19日第19駆逐艦の艦名で、 マイズル工作部での建造が決まった。1924年、大正13年4月24日、艦名を第19号駆逐艦に変更した。建造も佐世保海軍交渉に変更になり、同年5月21日に寄港。1925年、大正14年7月23日に浸水。1926年、大正15年3月25日に竣工した。 させぼちんじゅふに所属し、4月1日に、きさらぎと、第30駆逐隊を編成した。1928年、昭和3年8月1日に駆逐艦の番号館名が一斉解消され、第19号駆逐艦が、無月となった。1930年、昭和5年11月中旬、昭和天皇が、岡山県宇野への行行から横須賀に戻る際、お召し艦。 戦艦霧島の部部艦に第三九地区隊、ム月、キ、キサ弥生、宇ヨイ、がついた。1935年、昭和十年九月二十六日から二十七日の演習中に第四艦隊事件に遭遇し、大波で艦橋が破壊されて航会長が死亡した。艦の制御が一時不能になったが、一人の水兵が打輪で応急操だし、ム月は沈没を免れた。 修理の時に設計が変更され、環境の形が変わった、詳細は六月型駆逐艦参照。1937年、昭和12年から、シナ事変により、中止、南市方面に進出した。1941年、昭和16年12月8日の太平洋、戦争開戦時、六月は木更木、弥生、餅月と、第三十駆逐隊。 ギャスタケロ郎大佐を編成しており、中部太平洋方面の作戦を所管する第4艦隊の第6水雷戦隊、機関、K、夕張に所属していた。海戦と当時に、ウェイク島攻略作戦が発動され、第18戦隊、K 順天竜、タツタなどと共に、クエゼリン艦将を出撃した、ウェイク島の戦い参照。しかし11日に守備隊の砲撃を受け、 ムツキなど各艦が反撃したが、砲撃で駆逐艦疾風、撤退中の空襲で、キサラギが沈没した。21日から空母草流、飛竜など艦隊を大幅に増強した第二次攻略作戦が行われ、24日までに同島を占領した。第三十駆逐隊は、第六水雷戦隊、第十八戦隊などと共に、ラバウル、ブーゲンビル島、 ポートモレスビーの各攻略作戦に参加した。3月8日から始まった、ライサラモア攻略作戦では、占領を支援、10日に、米空母艦載機による大規模な空襲、ライサラモアへの空襲を受けたが、無月に被害はなかった。5月7日から8日の35海海戦には、ポートモレスビー攻略部隊として参加、編成と詳細は3、35海戦参照。 途上で空襲を受けたが、ムツキは、無事だった。海戦で、空母昭大をを喪失した日本海軍は、ポートモレスビー攻略を中止し、第30駆逐隊はラバウルまで、輸送船団を護衛した後、ショートランド白地へ移動した。11日、不設艦沖ノ島が、米潜水艦の雷撃で大破し、沖ノ島を栄光していた、金辰丸も、物価島沿岸で座礁した。 ムツキは12日早朝、救援のため現場に到着し沖の島の栄光を始めたが、火災が再燃して約1時間後に沈没した。25日、第3地区隊にウズキが補充された。5月30日から6月2日、ムツキは、米潜水艦に追尾された輸送船に駒山丸を救援するため一時的に、第2海上護衛隊の指揮下に入り、 トラック白地を出撃して護衛した。ミッドウェー海戦に敗れた日本海軍は6月24日、南洋諸島の航空基地を強化するため、第6水雷戦隊、第18戦隊等で艦隊を再編し、宇月は輸送船を警護する第2号衛隊に、短艦で配属された。第6水雷戦隊は、ガダルカナル島を占領し、飛行場の建設を支援した。 ムツキは29日から第2等ア丸の護衛に当たった。7月1日に第2到着。カビ園、トラックを経て7月12日に横須賀に戻った。ムツキは整備と修理を行った。7月10日に第6水雷戦隊が解体。第3地区畜隊は第2海上護衛部隊に編入したが、14日に連合艦隊の大幅な編成変更が行われ、 第30区逐隊は南東太平洋を担務する第8艦隊、三河軍一中将に川田。8月7日、米軍はガダルカナル島に上陸し、南太平洋で本格的な反抗に転じた。修理を終えたムツキは14日に横須賀を出港、ラバウルに向かった。ガダルカナル島奪回を目指して上陸した陸軍、一騎死隊の第一長弾が壊滅し、 日本海軍は、機動部隊で、米機動部隊を牽制しつつ、第二長団の増援で、ガダルカナル島を奪回する作戦を立てた。しかし、連合軍は、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場を急増して、運用を始め、二十四日の第二次ソロモン海戦で、米機動部隊が退避した後も、同東周辺海域の制空権を完全に掌握していた。同日、武と弥 イソフー、カゲロウ、航空の駆逐艦5隻はガダルカナル島に向かい、午後10時から約10分間、飛行場を砲撃した。カゲロウは潜水艦を発見、撃沈したと報告した。5隻は砲撃後に北上し、同等上陸を目指す一期死隊、第二長団と海軍陸戦隊を乗せた輸送船団との合流を目指した。25日午前0時頃、ムツキは、 F4 回戦闘機の機銃装車を受け、乗員3名が負傷した。25日午前5時40分、無月など5隻は兵員を乗せた、輸送船3隻、ボストン丸、大福丸、金髪丸と、護衛する第二水雷戦隊の軽巡人数、駆逐艦海風、両風、小海底4隻と合流した。直後の6時5分、船団と護衛艦隊は、 ヘンダーソン飛行場から飛来した SBD ドントレス急降下爆撃機発起の奇襲を受け、人頭と金辰丸が被弾、炎上した。戦闘不能になった人頭は両風、影楼と共に戦団から離脱した。磯風、甲風、海風、小海艇34号35号は健在の輸送船2隻を護衛し、ムツキと弥生は金辰丸の救援を行った。 上院や兵員を弥生と紹介艇1号2号に収容し、武月が金達丸を来撃処分した。その直後の8時27分、武月は B-17 爆撃機3機に攻撃され、後部機械室に爆弾一発が命中して火災を起こし、9時40分に沈没した。40名が戦死、11名が負傷した。同日夜、第8艦隊は、 第2長団の上陸中止を決定し、ツ月の生存者を乗せた弥生と紹介艇1号2号は27日にラバウルに到着した。10月1日、帝国駆逐艦席から除籍された。なし。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。